おはようございます。来たの？カメラマンマジで来たんだ。今日はうちらのプライベートラウンドの日だったのにカメラマンが来ちゃいました。ゆきりんカメラマン来ちゃったよ。なんかチラッとは聞いてましたけど、うん、本当に来るとは、本当に来るとは思わなかった。しかもこんな感じで来るんですね。ね。今までにない、うん、今までにいない感じ。初めてよ私。いや私も初めてだよこんなの。面白い。大丈夫、私全然スイッチ入ってないよ。確かに。あ、でもカメラ回ったらスイッチ入っちゃうかもしれないけど。でも素の青木純をお送りしてほしい。私はじゃあ本当おじさんみたいって言われるかもしれない。確かに結構強めな強めな男気が出ると思いますね。そっか、はい、作ってないとね。声低いし、おえとか言うしね。うまいよね。大丈夫かな、飲んどきます。ちょっと酒飲むから。こんな感じで、こんな感じで、うん、私も、はい、気使わなくていいんですよね。別に。あ、大丈夫大丈夫、いつもの感じで、はいはい、あ、ゆきりんです。ゆきりんです。お久しぶりです。お久しぶりだよね。2年ぶり。そうだね、ちょうど2年ぐらい前に、うん、長く見てる方は覚えているかどうかわからないですけど、PGA さんのゴルフデビュープログラムっていうので、そうだ、初心者応援プログラムでしょ。そうそう、で始めさせてもらって、うん、あのハマってしまい、はい、順調に今ゴルフをで、じゅんさんによく、うん、あの教えてくださいとか言って練習とか、あ、そうだ、練習とかよく、そう、ラウンドとか一緒に来てて、うん、2人で、そうだね、そうそうそう、じゃあっていうのに来ちゃったんですね。そう、っていうのに来ちゃった。すごいリンゴル。暇なのかな。はい、これからラウンドしていきたいと思います。はい、お願いします。ゆきりん、今日は目標は？今日ベスト更新です。ベストはいくつ？104です。104、じゃあ、はい、103以上。うん、103以上、頑張ります。103以上です、皆さん覚えておいてください。はい、私はゆるくやります。よろしくお願いします。お願いします。はい、テンション低く、誰が？うちらが。うちらがね。嘘。私がでいい？はい、お願いします。はい、これは携帯で撮ったりしていいんですか？見た目悪いね。もう素振りからいいもんね。本当？これなんかね、この素振りだるそうって言われる。だるそう。ナイスショー。ナイスショー。一発目からこれ？よかったね。さすが。うますぎちゃった。うますぎる。プレッシャーがすごい。止まっちゃう。ちょっと気を楽にしてね。お願いします。はい。あー、ナイスショー。いいよ。良い？木に当たった。めっちゃ木に当たった。方向がめっちゃいい。やばいね。絶対に飛んでったよ。オッケー。はい、オッケー。じゃあ運動不足だから歩きますか。確かに。疲れるまで。確かに。あんなに右行くと思うんだ。で、私今思ったんですけど、この間言われた時に、うん、ここの距離近いっておっしゃってたじゃないですか。うん、あ、こうなってるね。めっちゃ近って思った。あ、今？お願いしますって言って、うん、上げるかなみたいな時に、うん、近って思ったけど、うん、いいやと思って打っちゃった。まずね、ゆきりんはね、本当はね、この左目狙った方がいいかなと思ってたんだけど、ここが言って、ちょっと一旦一発目、一発目だからね、どんなボールが出るか分かんないかなと思ったから。でも基本右行っちゃうから、そうね、うん、そうだから多分木にちょうど当たる距離かなと思ったんだね。はい、え、じゅんさんのとこ、あ、そこか、いいな。じゅんさん飛びましたから。風強い。まあちょっとこういう時は上も見た方がいいよ。ね、重い。いや、練習多くねとか言って。木がでしょ。動物の森みたいに。最近流行りのね。やりたいなと思って。何それ？
木取れるんですよ。木取れんの？そう、オレンジ食べたら。これどうしたらいいですか？これグリーン右なんで、はい、ちょっとそうですね、これもちょっと左出した方がいいかなと。はい、やだな、思い切り打ちたい。もうなんかなんならここの間ぐらい打ちたいもん。でもさっきのやつみたいに打っちゃうと上に上がっちゃうからね。だったらやっぱこんぐらいに出した方がいいのか。それから右側に置いてハーフショット。え、どういうこと？ボールを、はい、真ん中じゃなくて右側、右足側に置いて、はい、上から別ってやつ。上から？上から。そう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 。あ、やばい。出た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 。出ました？うん。あ、まあギリ。あそこなら OK か。まあ、大丈夫だよ。多分。やばい、だって私1、2、もう3打打ってんのに。やっぱドライバー一発目って大事ですね。そうね。145くらいの。結構ある。145。5番ユーティリティ。左から左に狙い。ないしょ。2打であんな行く？ちょっとちょっとまだ足に力が入ってないから飛んでないね。あれでも力入れると絶対スライスしちゃう。レディスティだから適当に適当にやってはあそこぐらいまで行くから超楽。レギュラティだったら多分もうセカンドも200みたいな。ミスったらこの辺になって3打目。ユキリンが打つ。あ、いいじゃん。こういうとこ好きですか？場所は。こういう場所は。はい、距離とか嫌いですか？一番アプローチが苦手です。さっきのやつね。ちょっと上に上げちゃったね。でも OK、ナイスオン。 OK OK OK。今何点？全然ダメ。全然ちゃんと打ててないから。今ダメ。全然すくっちゃった。普通にすくっちゃった。ピョーンって。パターが一番苦手なんですけれども、どのクラブも苦手だわ。これどんな感じですか、ジュンさん？なんか強め。詳しいことわかんないけど。とりあえず素振りしてみて。もうちょいいけんじゃん。なんかやっぱパターのグリップ変えたから、うん、うん、安定感あるかも。打ってみます。はい、いいじゃん。入れ。うわー、惜しい。ナイスナイス。久しぶりだから全然さ傾斜が見えない。まっすぐです。まっすぐ、今度まっすぐで見ていいと思います。分かりました。とりあえずボギーにしよう。入れ入れ。入んないわ。なんか優しさ出てます。そうでしょ、はい、ちょっと9フィートがやっぱ打ち切れなかった。はい、ボギーです。ナイスボギー。はい。ああ、ねえ、やばいね。今ちゃんと見てないでしょ。いや、うん、ちゃんと。え、違うんですよ、違うんですよ、違うんですよ。ちゃんと、ちゃんとだよ。でも、うん、そうそう。うーん、1個前のだって適当に打ったの。はい。ありがとうございます。バレてます？ボギー。おー、1、2、3、4、5、6、7、8。8ダブルパーってやつ。そうだね。
やばい、もう大丈夫。ここは左目狙い。左のバンカー何ヤードですか？左のバンカー赤からだったら50くらいで。あ、入っちゃった。入ります。はい。じゃあダメ。真ん中しかありませんでした。バイバイ。入っちゃう。バンカーに。ギリセーフ。めっちゃ跳ねてる。あ、でもキックした。キックした。木で。失敗した。うん。ちょっと。あの木、どの木だ。あの木ね、うん、右側タイプ。ちょっとさ、手がなんかこうなって、もうちょっと下にダラーンって。そう、こんな感じ。はい、 OK です。はい、ナイスショー。完璧。これだ。いい感じ。ナイス。飛んだんじゃない？飛んだんじゃない？ありがとうございます。よかったじゃん。いや、その前なんかこんななって。いつもみたいに。なんかこう。癖？いや、多分こうクラブを持っちゃってるって。ああ、なるほどね。めっちゃ言われる。なんて、ね、フォームは綺麗なんだけど、うん、構えの段階と方向が、うん、あ、変。うん、バカだねって言われる。バカだね。なんか私絶対行ったら動画を家族 LINE に送るんですけど、うん、お父さんめっちゃ厳しいんですよ。ママはなんか「えゆきすごい」みたいな、うん、お兄ちゃんは正確なこうアドバイスをくれて「なるほど、もっとこうしたら」とか、はいはいはい、パパは「これじゃあ100は無理だな」とか。あ、お父さんちょっとディスリーが入るんだね。なんでゴルフしてるとか言うなぐらいの面白いこと言ってくる、うん、なるほどね。褒めて。でも家族でやるのいいね。そう、絶対ね。最近2年連続かな、うん、あの1月2日に初うちは家族でしようって決まりました、うんうんうん、だってゆきりんさ2年前はさ、うん、まだお父さんが一緒にゴルフしてくれないんだよね。あ、そう、してくれないって言ってたんですけど、そうやってくれるようになりました。よかったね。うん、よかった。あれ、じゅんさんどこだ。出てきてた。あ、もうちょっと柿なの。じゃああそこの木にぶつかって右に跳ねて。 あ、そうですね。あ、あれか。うわぁ、インテンショナルフックしかない。何だそれ。何だそれ。あそこで、そうですね、A グリーンだと165ヤードくらい。グリーンまで遠いな。遠いし、事故るかな。もう、パパッと打っちゃおう。打ちます。こう言ってたっけ。進んだ。あ、いいじゃん。事故る。これ事故ります。インテリショナルフックとかだと絶対できない。フットでやろうとするけど、きついな。足かかる場合ずらして大丈夫ですか。あ、ずらして。はい、もうちょっと前にして。サブグリーンを目指してからのドローの雰囲気だと。めっちゃ難易度ありますね。絶対当たるよね。振ったら当たるよね。ちょっとバンカー方向ですか。のと上がったら失敗だし。打てるかな。打てたらすごくない？いいよ。鳴らしてる。OB じゃんね。 OB ですね、右。はい、もう一回。じゃあなんかね、ちょっと今失敗したんで。普通に失敗した。こっちに、こっちに振らないと。おー、内緒。よし、できた。うまっ。うまっ。あー、ある、そこにバンカーある。止まって。あー、ナイスインです。ありがとうございます。もっと曲がってほしかったよね。でも結構曲がったよね、うん、いや、めっちゃ綺麗でした。完璧ですね。いいもん持ってますね。こうやって
出てなかったら。ねえやばいね、じゅんさん。あと乗るかもしれないよ。じゃあこれ今左足下がりなんだけど、ゆきりの肩はもう上向いてる。やるなと思ったけどね。あれ頑張って左肩こう下げないとこう斜面に沿って。こういうこと？そう斜面に沿ってね。あ左足下がりだから。はい。斜面に沿って。そうそうそう。まあ、そこまで行かなくて。もうこうなってます。そうなってたでしょ。ちょっと難しいですか。そう。練習場とは違うからね。今何回行きましたっけ？どうした？今3回打ちました私。そうです。3回。はい。大丈夫じゃん。私は次5回目だから。あ、本当？ OB しちゃった。あ、そういうこと？あ、そうか、そうか、余計なことって OB なんだ。届いて！そう、うめぇ。うまっ。嘘でしょ。やばっ。うまくない？やばい。届いて！そう、うめぇ。うまっ。嘘でしょ。やばっ。うますぎじゃん。やばい。え、これはどうしたらいいんだ。びっくりした。完璧な距離感。いや、完璧すぎて。強いね。ちゃったか。ストップストップ、止まって。うまいって言っちゃった。止まって止まって。迷っ。ちょっとそうですね。こんな感じで。迷ったらまっすぐ。はい。で、強めのちょい弱めで。相方も、相方も打ってっから。うまくない？多いよ。上達してません？わかんない。これ入れないと。そうでもない？いや、いいよ。スライスで今いいんでしょうか？フックスライス。これは。まっすぐ。ほとんどこれもまっすぐ、ほとんど。ちょっとするなら。フック見てもいいかな。はい、しっかり打つ。うわー、引っ掛けたかしら。出す。これは絶対に入れたい。まっすぐね。あー、鳥じゃん。これはもう完全に弱め。ございます。え、ナイスナイで1、2、3、4、5、6ダボダボ